どうもアロハチャンネルです。今回はこの仮面ライダービルド関連の商品でめちゃくちゃ可愛いマスコットフィギュアを発見しましたのでレビューしたいと思います。ということでじゃじゃん、こちらになります。計ね4体入ってますので一つずつね確認していきたいと思います。でまずねやっぱり見たいのはビルドですよね。ほんとこれめちゃくちゃ可愛いんですよ。ではビルドからいきましょうか。トゥドゥン、トゥドゥン、ポン。はい、こちら仮面ライダービルドのぬいぐるみです。めちゃくちゃ可愛くないですか。袋から出しましょう。はい、袋から出すとこんな感じ。ほんとに可愛い。これめっちゃいい。この後ろ横から見た時のねここのボテッとし具合もなんかもう最高に可愛いんですけど、後ろはこんな感じ。きっちりねベルト巻いてますし、でここね平らになっててこう座れる感じになってるんですよね、パコンと。めっちゃ可愛い。これ最高に可愛くないですか。で、こちらぬいぐるみマスコット仮面ライダービルドということでビルドのぬいぐるみですね。こういう商品があったの知らなかったんで、もう売り場でパッと見た瞬間ねもう手が触ってましたね。でこのドライバーもこんな感じで見事再現されていて本当に最高に可愛いですね。買ってよかった。はい、それではね2つ目いきたいと思います。皆さんねどのフィギュアが出てくるのか予測してみてください。2つ目こちら、はい、ナイトローグでございます。ナイトローグもねこの形にするとめっちゃ可愛いのと、ここら辺胸元あたりのパーツめっちゃ細かく作られてるんですよね。ここまでこだわったのが本当に素晴らしいと思います。それではね中見ていきましょう。はい、袋から取り出すとこんな感じ。これも本当可愛いですね。でここのね触覚じゃないですけど角、これもめっちゃ可愛い。プル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 ブンって感じでねめちゃくちゃ可愛いですね。でここら辺本当に素晴らしい。全体的にまあ布っぽい生地ですね。で後ろがこんな感じ。後ろもちゃんとねここまで細かくデザイン入ってるのが本当に嬉しいですよね。でこれも同じようにペコンとこう座ることができるんですよね。ちょっと今はこのタグがついてる関係で倒れやすいですけど本当に可愛い。はい、それではね3つ目いきたいと思います。はい、3つ目はこちら、おっちゃーんですね。ナイトローグじゃないわ、ブラッドスター。これもかっこかわいい。はい、こちらめっちゃかわいいですし、色合いがねすごく鮮やかになってて、なんというか映えるというかめちゃくちゃ綺麗ですよね。でここのこれもなんかかわいいですし、気持ちよさそうな素材、めちゃくちゃいい感じで、この水色も本当に綺麗な色で、このね胸元もそうですし足元までめちゃくちゃ細かくデザインされてるんですよね。本当に素晴らしい。ここまで作り込むっていう感じですよね。ぬいぐるみ一つ確か1500円ぐらいだったかな。まあいい感じのお値段ですよね。本当に好きなライダーのやつを買えば、まあ、1500円で手に入るんで、で座らせるとこんな感じ。かわいい。これ本当にこのシリーズ大好きですね。またね今日か明日ぐらいに、まあ、2017年ね買ってよかったランキング的な動画をしようと思うんですけど、これ結構上位にランクインするかもっていうぐらい嬉しい出会い。もともとこういうかわいいのね結構好きなんですけど本当にかわいい。そしてね最後の一つ、こちら皆さん気になるところだと思うんですけれども、何だと思いますか。予想してみてください。まあ当たったからといってね何もないんですけど、早速見ていきましょう。さあもうでもねこの3つが来てあと1つって言ったらあれしかないですよね。ただ人間かもしれない、ライダーじゃないかもしれないっていうことで4体目はこちら。はい、期待を裏切らない仮面ライダークローズですね。でこれ売り場でももうほんとクローズは残り一つあったんですよ。でビルドも結構売れていて、あとまあナイトローグとブラッドスタークは少し残り目だったかな、僕が見た売り場では。とにかくクローズがすごい人気でしたね、まあ、確かにこれ一目見たら欲しいって絶対なると思うんですよね。はい、袋から出すとこんな感じ。めっちゃ可愛いですね。で後ろ半分はこんな感じ。このボテッとした丸いの好きですし、素材もね柔らかくてすごい気持ちいいんですよね。で後ろこのなんかついてる
綿がついてますけどね、こういう感じでね、綺麗に全部布で作られてて、後ろは同じビルドドライバーですね。うわーすごい、めっちゃいいですね。これもめっちゃ可愛い。でこれも座らせるとペコンと、こんな感じで最高に可愛いですね。本当にこれ本当買ってよかった。はい、でね本当に素晴らしいクオリティなんですけど、どれぐらいね、まあ体の模様とか再現されてるのかっていうのをね、食玩の創造と比較してみたいと思います。はい、まずはビルドから。もうこう食玩の創造めちゃくちゃかっこいいんですけど、こうやって比較するとね、なんかすごいですね。この差がかっこよさと可愛さのギャップが半端ない。で色合いを見ていくと、顔の色合いなんかはかなりね綺麗に再現されてますし、体の部分、赤青赤とかここら辺の黒い部分とかね、細かいところもものすごく丁寧に再現されてますね。でここ黒いところ、こうね M 字型になってますけど実際になってるんですよね。とかビルドドライバーもすごくリアルですし、足元、ここら辺の足元ね、このデザインも完璧にちゃんとデザイン反映されてますね。で後ろはこんな感じ、まあ食玩のね創造の方がむしろ色がついてないような感じですけど、きちんとね、ベルトのところも色ついてますね。で後ろも、後ろ足の後ろの部分もここら辺全部色ついてるんで、ここはもうもはやね創造よりもすごいところではありますね、色に関して。はい、そしてナイトローグもこちら。ナイトローグもめっちゃ可愛い。なんかこのねぬいぐるみになると、この口むってちょっと怒ってるみたいな口に見える感じで、めちゃくちゃより可愛く見えてしまうんですよね。で色合い、目の目元とか上のこの緑と赤のラインも綺麗に再現されてますし、この角の部分ね、白い部分こうやってちゃんと縞模様にもなってますし、であとここの頬とか、あとここですよね、ここめっちゃこう突起が多いですけど、それもちゃんと反映されてますし、こんなとこの細かい線までね入ってるんですよね。ほんと素晴らしい。でベルトとかに関してはもはやこっちの方がかなり塗装うまくされてますね。で後ろ半分もこっちの方が色あるんですよね。相当素晴らしい出来だと思います。はい、そしてブラッドスタークがこちら。ちょっとね色合いはこの食玩に比べるとだいぶ明るいですけど、絶対明るい方がぬいぐるみとしては可愛いですしね、いい感じですよね。で角はこんな感じで、色の割合とかも結構綺麗に再現されてますね。でこの顔の前面の水色の部分も一緒ですし、この細かいラインまできっちり再現されてますね。で体の部分も綺麗にかなり再現されてます。ラインとかもきっちりね入ってますし、ベルトも素晴らしいですね。はい、そして足元なんかも、もう想像はね塗装というか、ここら辺はシールがない状態ですけど、きっちりここら辺ね描かれていて、ナイトローグと同じく、まあ、背面もね書いてます。でここの部分もきっちり描かれてますし、本当に素晴らしいですね。最高のクオリティ、そして最高の触り心地、めっちゃ可愛い。本当、ピシャピシャピシャ。はい、そして最後大人気の仮面ライダークローズですね。クローズ頭は結構丸な感じで可愛いですけど、目元とかここの角の部分は綺麗に再現されてます。ここの口元の白もねかなりリアルですね。で胸元、ここら辺も綺麗に再現されてます。意外だったのがナイトローグとかはここら辺ねパーツしっかり出てたんですけど、クローズに関しては少し抑えめなんですよね。というのもここら辺のねこういう出っ張りの部分は反映されないんだなというのは一つ思いました。であとベルトね、めちゃくちゃ可愛いし、クローズドラゴンもきっちり描かれてますね。で足元のここ、これワンポイントね、ビルドとは少し違う部分でこの模様入ってるんですけど、これもしっかり描かれてるんですよね。ほんと素晴らしい。そして後ろ姿はベルトがあって、あ、ここってこんな色だったんですね。赤い線が結構入ってる。なるほどね、なんか勉強になりますね。で後ろこの白い部分も入ってて、相変わらずここがめちゃくちゃ気持ちいいというね、本当に可愛いです。はい、ということで超絶可愛い仮面ライダービルドのぬいぐるみを紹介しました。これね普通に店頭で販売されていたので、皆さんねぜひ早いうちにゲットした方がいいと思います。本当にこれ人気出るんじゃないかなと個人的には思います。ほんと可愛い。でこれ結構ね今ギュッて座らせてるんですけど、ちょっとね当たるとフラットコテンといっちゃうんですよね。こんな感じで、それがねまたさらに可愛くて、なんかもう赤ちゃんみたいな感じでね、こうちょっと
ポトンと行くのがめちゃくちゃ可愛いんですよね。ほんとこれおすすめの一品でございます。はい、ということでこの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。このね年末年始、まあ、できるだけ、ハイスピードで動画アップしようと思うんで、結構1日に複数の動画出すと思うんでね、ぜひ、チャンネル登録してチェックしていただけると嬉しいです。コメントもねじゃんじゃんお待ちしております。皆さん退屈なね車の中とか退屈な時間あればねぜひコメントしてください。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。